軍表情だ。よいしょ。まあ影虎は出てるというが、こっちの方が人数は多い。布陣変更で、まあ、明らかに500人とか仕事できないのは置いておこう。まあ、こんなとこじゃないか。真田幸隆もいいですね。で12部隊と言ってるのでどう倒していくかっていう話なんだけど、とりあえずここはこうだろう。兵をいかに動かすか、兵をいかに動かすか、そんなもんかな。兵をいかに動かすか、とりあえず勝頼を行かせてあげて、2800人ここで待機させて、5800人こっち向かせようかな。よいしょよいしょ。で勝つよりここかな。これでいきましょう。我が部をこの戦場に示さん。いいね、一番槍を三重さんが言ってくれたということで、これは非常にありがたい。そして、これここだね。ザグッド倒しましょう。よし、強撃倒させます。馬にて蹴散らすぞ。おお強い。500人か、500人意外と仕事できそうなんで、こっち向かわそうかな。いやこれこっちやな。よいしょよいしょ。よし制圧で、そこを守らせつつ行くよりもこっち叩いた方が強そうな気はするな。どうだ、いいね、完璧だ。撤退、逆から出てくれればうまいけど、壊滅させちゃったか。あ、打ち取ったの、それは強い。ただ出てきてしまった軍が、敵を攻め立て。よいしょよいしょ。若造どもに戦というものを教えてやるわい。強撃が狙えますぞと言ってくれてる。メイドの土産に持って行け。ふむ、いざ向かう。我が部をこの戦場に示さん。これ攻撃できる。風林火山、我が武力に恐れおののけ。よしよしよし、出撃するとしよう。出撃せよ。これ俺わかるんだけど、多分ね、ここ行くのが正解だよ。壊滅、はいはいはい。わざわざ敵の多い方突っ込む必要はなくて、まあ、震源体ここちょっと行かせるだけでよくて。お命令を、敵を蹴散らす。我が武略をて完全の敵を打ち払わん。お命令を、敵を蹴散らす。これで行きましょう。旗色の悪さは明白か。鉄砲隊備えは良いか。兵をいかに動かすか。敵を攻め立てん。お指図を頂戴したく、敵を攻め立てん。行くぞ。
イチゴの竜は厄介だな。軍神食らうのは嫌だね。まあ食らっちったか、しゃあない。武田信玄なら食い止められるでしょう。よし、やっつけろやっつけろ。死なんと戦えば生き、生きんと戦えば死。今がその時。よし、捕らえた。偉いけど、偉いけど困るな、それ困るな。交渉を我らが手に。よいしょよいしょ。お打ちを願いまする。兵をいかに動かすか。ああ撤退したね。いざ出撃よ。撤退はまあいいや、この際。我が軍力、今こそ披露してくれようぞ。ここが使いどころ。我が戦法を見るがよい。交渉を我らが手に。まあでしょうな。次はどのように。要所を制すのじゃ。先へと向かおうぞ。次の手は何ぞ。破壊後の悪さは明白か。この赤備えが恐ろしさ、時代まで語り継げ。語り継げ。我らに毘沙門天のご加護。それはつらい、それはつらい、だいぶつらいが。兵をいかに動かすか。敵が軒口閉ざしてくれ。風林火山、風林火山、我が手で攻め潰してくれるわ。おい、これはもう任せるよ。ちょっとあと頼む。やれやれ。次の手は何ぞ。ひねりつぶしてくれたわ。ああやられちった。それはまことか。やられたか。まあでもしゃあないね。そこだけ倒せればっていうところだったんだけど。縛り上げなさい。捕縛、めっちゃ捕縛してる。行くぞ。越後の竜はやばいけど、ここに生き者を蹴散らしてくれ。総勢攻撃せよと言ってるから、まあ多分どうにかなると思うんだけど。よし、あ引いた引いた。その引いたのでかいんじゃない。あめっちゃ捉えてる、今回めっちゃ捉えてるぜ。あと頼んだぞ。ザグト、ああよしよしよし、ようやくいったか。ただね、攻撃されちゃったんで一部隊ちょっと痛いですね。思ったより、とりあえず勝利でございますと。1万2000なんで、まあ十分な戦ができたんじゃないだろうか。よし、368、まあまあまあ十分ですね。よいしょ、2名ダメだったみたいだけど、これは放置しておいてと。どこまで行けっかな。武田軍の強さ、天下に響かせん。天下に響かせん。
ことが。よいしょ。で、これめちゃめちゃ良くてですね、まあ、当たり前だけどめっちゃ嫌がらせの軍出しましょう。4000人、まあ普通にここ向かうでしょ。君たちここね、春日山を意地でも落としたい。ここ落とせると本当にでかいんでね、頼むよ。で、士官してくれるらしいので受け入れましょう。思いつきましたぞ。聞いてください。カポットで、ハント拡大は支配する城を増やしましょう。目指すは20。ああ、じゃあだいぶうまいこといけてるっていう話なのかな。で、今出陣中で何もできないので、これはこのまま軍出しましょうか。貴殿にお仕返します。貴殿にお仕返します。やっぱね、長尾影虎厄介だわ。よいしょ、君たち頑張ってくれ。まあまあちょっと向かわすか。多分止まってるわけじゃなくて単純に量が多すぎてだろう。いけいけ。戦じゃ、みんな心構えをせよ。ああいいねいいね。で、一旦 OK だから交渉で、出てくれないのか。援軍出してくれないの君たち。余裕そうだった節があったのに。じゃ武田信玄隊とりあえずこっち向かわせて、これより城を攻めん。で、君たちだね。君たちこっちじゃない。城を落とすぞ。背を向けねばならぬと。よいしょ。向こうにはまだ足りぬ。五条緑王と言ってるが多分どうにかなると思うんで、このまま行かせましょう。盟友の北条家からと、バカほど防衛してくれるんで。構わぬ、進めよ。いいね。国集会時は入れます。そしてまあ当たり前ですが、この感じ見るに君軍出ないか。出てくれても良さそうだなと思ったんだけど、さすがに出ないようなのでこのまま行きましょう。示す時が来た。我が軍を示す時が来た。軍が出るらしいので、まあ余裕そうだな。一状態もこっち向かわしとくか。城攻めですか。心せねば。なんかこっち余裕なさそうなの、こっち向かっときましょう。よいしょよいしょ、やれやれ。屈辱忘れなぞ。サクサクっと言ってくれ。口を閉め、引く。撤退するって言ってんのは、まあこれ多分兵糧の方だろうな原因。敵軍退けたぞ。我が軍を示す時が来た。これだけ削れば仕事は終わってるようなもんだから OK ですね。よいしょ、城主任命もさせられるようなので入れてあげましょう。真田、まだ意外と大変っていうね。準備を万端整え。よいしょよいしょ、坂戸まで取れた。十分十分。お断りよ。次こそ負けるわ。よいしょ、じゃあとりあえずこの坂戸隊出すふりだけしとかないと。使用を攻めん、ひねりつぶしてくれ。よいしょ、オッケー。次の返しましょう。で、士官いいね。じゃあ適当に、うん、領主長野成森いいな。長野成森入れるか。で、大官ちゃんと育ってくれてありがたいね。このまま適当に入れさせてあげましょう。大官
上泉さんか。で、代官を入れると。感謝いたすぞ。いいね。これだけ家臣取れてるのはやっぱ佐竹とか徳川を先にやっつけられたのが効いてますね。ありがたき幸せ。基本人が足りなくなるんだけど、このプレイでは人は結構余ってると。どうしよっかな。あと、お、北条めっちゃでかくなってんじゃん。って言っても援軍どこに対してやるって。豊臣に対して、豊臣じゃねえな、彼らに対して俺は軍出さない。とりあえずやんなくちゃいけないのは、あ、でもね、こっちの方行けるようになったんで、与板あたりでうまいことやれればかなり綺麗に倒せるはず。皆もよう戦った。どこに対して軍を出そうとしてんだこいつら。皆の者、戦の支度だ。呪力はなくなったか、もはや引かせてもらおう。はいはいはい、それはどうぞという感じなんだけど、こことか行ってみない。戦略しか出ないのお前。さすがに戦略はしょうぼいね。上策があります。まあのんびりとやっていきましょう。浄化施設とか建てさないといけないものいっぱいあるんでね。射撃場いいね。こちらに。代官も建てますと。ん？違うか、内政で軍開発をしないといけないところ、俺がミスって代官って言っただけか。1000人、1000円ぐらいあるので何か建てたいところですが、楽一楽座あってもしゃあねえしな。とりあえず灌漑水道ぐらいやっとく。よいしょ。まあここだろうね、狙うべきは北条城。いやマジで強い。草の支度だ。うん、ここで戦わないとでもダメな気がするな。よいしょよいしょ。生きながら見事北条城をやっつけないといけない。遠すぎるか。でもここだろうね、狙うべきは。取り掛かるとしようか。貝の虎でマイナス30だから、これはありがたい。よいしょ。で、まあ、一応出せる状態にはしてあるから、援軍で1500とか言ってるけど、まあ余ったら軍出すか。急いで行く必要はない。あ、いいね、鉄砲レベル2。これでザクザクっと行くだけなんで、あとは。これあれか、あんまりやってると今度今川がうち攻めてくる可能性があるから、やっぱ今川と同盟結べないと話にならないのか。あー怖いねそれ。軍団し、いやでも新設すると今度軍が出てくるかもしれないから、あー何もさせてくれない。この感じやばいね。とりあえず沼田行くか。よいしょ。じゃあとりあえず北条城で頑張って決戦を起こそうという話だと思うので、これで行きましょう。あ、動いてないねあんまり。とりあえずここも軍出したいところだけど、1万2000かかんのここ。1万2000かかるっていうなら生かせざるを得ないんだけど。
騎乗する。一乗隊はいらんだ。早々に戻るぞ。いらない。皆の者、騎乗する。まあ、ここら辺は出していいと思うんだけど。これでいきますか。で、あとは、織田くんだね。援軍。あ、いいじゃん。勝ってるね。これでいきましょう。とりあえず、上杉をやっつけないと話にならないので、上杉をやっつけるところからっていう感じかな。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画、ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。